先ほどのね、消費税の話に戻ると、結局その消費税をなんで取り上げるかというと、国債でを発行してそれの赤字がものすごい、国家がね、これは借金が大変だと。その時に国家の借金というと、我々もつい錯覚して我々が借金しているような気になるんですよ。俺は借金、これがちょっと違いますね。これが実は国民がほっとけば貯金しかしないと。だからそれを召し上げるための手段として増税を行うんだという理屈があるんですけど、そうじゃなくて、国債の方はるかにまして、なぜましかというと、国民が貯金ばっかりしている、その貯金に対して国家がそれを借り受けると、それは国債を発行してそれを貸してもらいます、でこれお返ししますからということが国債ですよね。つまり国民からすればそれは国家政府に対して貸し付けてるわけであって、で返せよ、ちゃんと使って、ちゃんとかいい方向に使って返しなさいよということをできるわけですね。ところが増税という税金だったらもう問答無用で持ってかれてしまう、この違いですよね。それをいつの間にかものすごいトリックで騙されてしまっている。政府が国民にしている借金が国債の発行残高なんであって、国民は政府に貸し付けているんだということが分からないんです。で、菅さんが非常に問題なのはギリシャの例をしきりに出すんですけど、違う、これはおかしいですよね。おかしいですよ、はい、確かにね、数字だけ見ますとね、うん、なんか長期債務負担残高、はい、まあ、ギリシャ 130% のことで、うん、480、はい、だから大変だっていうのね、うん、経済、まず人口も違う、経済、向こう農業国と、はい、日本工業国と、人口も違う、経済の規模も違う、構造も違う、質も違う、はい、天地雲泥ですよ、はい、何より一番違うのは生活も、そうですね、国民が、日本の場合は国民がですね、預貯金を持ち、対外資産を持ち、要するに日本政府が発行する国債、つまり日本政府がお金貸してちょうだいと言ったときに国民が貸すことができる、国内で全部消費できるわけですよ。ですから、いくら発行しても、いくら発行しても限度がありますけれども、だけれども、今のところこれだけ発行しててもなお金利は上がらない。それに対してギリシャは、7割か8割かという程度を海外で消化しなきゃいけない。つまり国内にその国債を引き受けて、お金を貸せるだけの預貯金とかはないんですね、国庫が。まあ、日本は国庫を内部で持っている。ただその内部で持っているお金が動かないでいる。国内投資先を見つけられないでいる。この投資先を見つけるために国債を発行してですね、その市中からある程度吸い上げて、そして政府投資として国内に還流させればいいわけで、それで国内の投資を活発化させるということが一番大事なことだと思うんです。この当たり前の理屈、とりわけ少なくともこれだけ景気が悪いときに腰折れさせてしまうということは大変危険ですよね。考えられないね。考えられないですね。これ、バカだろ。いや、本当に恐慌を起こしちゃいますよね。どうするの？例えば、まあ、さっき話してたけどね、はい、戦前には金融、金会ってありましたよね、はいはい、あれが結局戦争でしょ、はいはい、金会金って井上純之助とやった金会金、浜野城太刀、井上純之助の金会金デフレが結局は第二次世界大戦へと突き進んでいかざるを得ないから、デフレ、金解禁をやってデフレ不況を引き起こしたんですね。これは昭和金融恐慌につながっていった。その結果、これを今度引き止めるために積極財政でだるま最小が出てくるわけですけれども、このまあ何ていうんですか、無理の後のツケを支払うために大変な苦しい思いを日本はして、あげく戦争を突き進むという構造があるわけですよね。で、戦争こそは確かに究極の政府支出、究極の財政出動かもしれませんけれど、やっぱり良くない財政出動ですよ。で、それをなんていうんですか、突き進む前に平和な財政出動を行うべきですよね。なんでこの繰り返しをやるのか、どうしてこの愚かなことをやるのか、まあ、それは政党政治がというよりも、要するに官僚ですね、官僚と、そうですね、うん、官僚は、まあ、にすれば国民から借金、頭下げて借金するよりは、うん、力づくで税金をもぎ取っていった方がいいということなのかもしれませんけど、でも力づくでもぎ取ったっても税率を引き上げたから税収引き上がるわけじゃないよ、むしろ下がる、下がりますよね、むしろ赤いでは拡大する、そうですね、悪循環になります、うん、どうしてこのことがわからないのかと思いますけどね。で、プラスそういうことを国民に洗脳していく、その手先がさっき言ったように
メディアなんですね、マスメディア。いやね、まあ、朝日読売大手のね、社説見てもね、うん、むしろ消費税上げるのがいいんだと、うん、何よりも財政、なんか健全、財政再建、はい、健全化だ、健全化、これがもう何にも増して最優先だというふうに論じはるわけです、はい、それをね、そんなことないよっていうと、何か非国民ですね。そうですね、これは体制抑散化、戦前の体制抑散化の抑散報道と変わらないですよね。だから私はまさに経済官僚ファッションファッションがね、完成しようとしてるんじゃないかな、出来上がってるんじゃないかなっていう危険感じるんですよね。感じますね。日本でファシズムという時に、このイタリアのファシズムのような形だと、やっぱり個人的なカリスマ、ムソリーニのようなカリスマがいて、そのムソリーニのようなカリスマに、人々がこう熱狂し惹かれていって、そして、一つの全体主義が生まれるというイメージがあるんですけれども、日本の場合のファシズムというのは戦前経験したこと、これ官僚の独裁ですよね。 そして先ほども言ったように、橘さんのような理屈で言えば、そう 5% 理論、その文部省の高級官僚みたいな 5% 理論で言えば、彼らが無謬のね、そんなに頭のいい素晴らしい人たちだったら、戦前のような失敗を犯してないはずなんですよ。で、戦前はそれこそ東大でのね、内務官僚と、そして、陸軍士官学校、これも本当に優等生中の優等生が集まって、軍部官僚、軍部っていうのは結局官僚制度ですから、官僚機構ですから、これが大暴走した挙句、日本を、まあ、近隣諸国に大迷惑をかけた挙句、日本という国自体も破産させてしまったわけじゃないですか。多くの血も流れました。こういうその暴挙をした頭の悪い官僚に、なぜ、まあ、我々がですね、身を任せなきゃいけないのか、これはおかしな話だと思いますね。官僚は頭にと少しも思いませんけどね。そうです、まあ、戦前は、ね、憲法は違いますからね、官僚は責任取らなかったけど、今はね、政治が責任取るんでしょ、憲法上は。そうですね、うん、だから大臣の首だけすげ替えてますけど、官僚は生き残るんですよ。ですから、もちろん政治家のやっぱり責任が多いと思うんだよ、うん、大きいと思うんだけど、政治家本気になって俺が責任取るんだよと、そうなれば官僚に任せられませんよ、政治主導ということで。だから今度はだからね、この菅さんや成合さんたちが超高等の教育が作ろうっていうのはね、ある面でいくとね、これは私ね、消費税上げた単独でね、例えば菅内閣が消費税をこうバッと上げると批判するけど、みんなでやれば、うん、でも批判されないでしょ、うんうん、そう、赤信号みんなでやれば怖くない、はい、で、なんか失敗さ、特殊的に誰なんだ、どれもどれなんでしょ、まず無責任体制ですよ、ですね、結局、裏でシナリオを書いたのは官僚とか、で、官僚はもちろん、俺は関係ありません、そう、これは嫌な体制だね、そうですね、無責任ファッション、ね、無責任官僚ファッション、匿名の無責任官僚ファッションって感じですね。だからね、例えばヒットラーとかね、ムッソリーニとか、特定の人がいれば分かりやすい、分かりやすい、日本の場合はさらにそれがいないんだよね。いないんですね。誰が中心なのかは分からない、判然とし、しかし、彼らは、共同合議のような形で、共同無責任、ね、共同責任取らないんですね、共同無責任という形で、官僚だけでなくマスコミの首脳も一体となってですね、この政党政治 その質の低下とか、あるいはその権威とか権力の軽減縮小ということを全力を挙げてやっているような感じですよね。1年ごとに首がすげ替えるというのは、支持率の低下という世論調査によって、その マスコミがネガティブキャンペーンを張り続けながら首をすげ替えさせていくと、これを続けていく限り、多くの国民は政党政治に期待を持てなくなりますし、あれ結局は官僚のコントロールの効いた、内閣しか残れないということ、